オレオレ詐欺の電話を息子だと信じ込み、大金を失いそうになってしまった S さん。電話の状況と当時の心境をインタビューにまとめましたので、ご覧ください。これは新十津川町内に住む70歳代の男性 S さんの体験談です。2022年9月7日夕方6時頃、 S さんの家の電話に犯人から電話が来ます。俺の荷物届いてない。電話に出たのは S さんの奥様でした。奥様は相手が誰なのか分かりませんでしたが、ボソボソと話す感じから息子だろうと思い込み、少し考えた後、ああ、なんだ太郎かい、荷物なんて届いてないよ、と息子さんの名前を出しました。すると犯人は分かったよと言って電話が切りました。奥様は名乗らない相手に名前を確認せず、声の感じから息子の名前を言ってしまいました。そして S さんの奥様は一緒にいた S さんにこう言ってしまいます。お父さん、太郎から荷物が届いてないかって電話が来たよ。翌日の午前10時頃でした。奥様は外出し、 S さん一人が自宅にいました。そこに犯人から電話が来ます。太郎だけど、俺の荷物届いてない。犯人は S さんの息子の名前を使って電話をしてきました。 S さんは奥様から聞いていたこともあり、息子からの電話だと思い込んでいます。S さんは、まだ届いてないよ、と返答しましたが、犯人の声が聞き取りにくく、大きな声で話さないと聞こえないよ、耳が遠くなってきたのを知っているでしょ、と犯人に言いました。このように S さんは少しの違和感を覚えましたが、息子だと信じきっていました。その後、犯人から3回目の電話。もしかしたら、山本さんから電話が来るかもしれないから連絡先を聞いておいて。 S さんは特に疑うこともなくそれを了承し電話を切ったのです。しかしこの後、犯人も予期しなかったことが起こります。それは、滝川警察署の警察官からオレオレ詐欺に関する注意の電話が来たのです。時間は午前11時30分頃でした。もしもし、滝川警察署です。実は今、息子を名乗ってお金を騙し取るオレオレ詐欺の電話が多発してるんですよ。名前も名乗らずに息子のふりをして、俺の荷物が家に届いていないかだとか、なくした荷物が JR 駅に届いているだとか、その中に会社の大事な書類が入ってるだとか、会社の取引の関係で今すぐお金が必要だだとか、このような電話は全て詐欺電話ですので、詐欺に遭わないように十分注意してくださいね。また近所の人たちにも注意を促してください。このような電話を受け、 S さんは分かりましたと言って電話を切りました。警察から電話があった後、 JR 駅の遺失物係の山本と名乗る犯人から電話が来ます。JR 駅の遺失物係の山本です。荷物を預かっています。お通し主の方に駅まで連絡するように言ってください。 S さんはきっと息子が言っている荷物ってこのことなんだなと自分で勝手に想像を膨らましてしまい、分かりましたと言って犯人から住所や名前を聞かれた際も住所と名前を言ってしまったのです。警察から電話が来ていたにもかかわらず、 S さんはまだ詐欺電話だとは気がついていませんでした。そして数十分後、今度は息子を名乗る犯人から再度電話が来ます。実はなくした荷物が JR に届いているんだ。会社の大事な書類も入っていたんだ。取引の関係で今すぐお金が必要だ。何とか用意してくれないか。その内容は先ほど来た警察からの注意の内容とほとんど一緒です。それでも S さんは、お金を用意するか悩んだ結果、お前が困っているなら金を用意すると言ってしまいました。そして犯人に、さっき警察から電話が来て、お前がしているようなオレオレ詐欺の電話が流行っていると言っていたぞ、町内の人にも言っておいてくれって言われたぞと言ったのです。犯人は、ああそうなんだ、じゃあ近所の人たちにも伝えたの、などと S さんに話を合わせるような反応でした。ここでもまだ S さんはこの電話を詐欺電話だと気がついていません。犯人は200万円を用意してほしいこと、犯人が S さんの家までお金を取りに来ることが決まり電話を切りました。そして電話を切ってしばらく経った後、 S さんは、
ふと警察からの電話の内容を思い出したのです。そして、あ、警察から来た電話の内容に本当によく似ている。ここで不安に思い、本当の息子さんの自宅に電話をかけて確認すると、息子さんは一切電話をしていないことが分かり、詐欺だと分かりました。どうして S さんは警察からの電話があったのに詐欺電話だと気づかなかったのでしょうか。お金を渡す寸前まで騙されてしまったのでしょう。オレオレ詐欺の手口は知っていましたか？新聞やテレビなんか見てて、自分の中では知ってる相撲で言いましたね。騙されている方を見て、何か感じることはありましたか？なんで騙されるのかなっていうのはもう、前からそうやっては思ってましたよね。普段から何か気をつけようと思っていたことはありましたか？自分にはそういう電話がかかってくることはないと思ってましたから、普段からそういう気をつけるっていう意識はなかったですね。では、今回の電話を信じてしまった理由、これを教えてください。はい。前の日の布石があって、まあ、家内が電話を取ったんですけども、愛称を言ってしまって、で、次僕が受けた時に、その愛称で電話来たもんですから、すっかり自分の息子だと思って信用してしまいましたよね。声が息子さんに似ていたとか？まあ、今考えれば違ったのはわかるんですけども、その時はもう完全に息子だっていうふうに、自分が勝手に思ったんですけどね、思ってましたね。じゃあ疑うことはなかった？ないです。警察から電話が来ていなかったとしたら、どうなっていたと思いますか？そうですね。まあ、駐在さんから、そうやって電話いただいてて、その時でさえ、自分がそれにかかってるとは思ってなかったんですけども、ただ、切った後に冷静になった時に、あっていうふうな感じはありましたね。それでは警察から電話がいかなかったら、もしかしたら、そうですね。もしかしたら、相手の言うなりになっていたかもしれないですよね。では、詐欺電話に騙されないためには、どうするべきだと思いますか？そうですね。もう、日頃から、新聞、テレビで、警察の方が言ってるように、まず、自分で勝手に決めないで、相手に名前を、どちら様と問いかけることが、やっぱり、大事です、と思いますね。やっぱりお金の話が出たときに、まあ、今回僕もそうなんですけども、嫁に電話かけたんですけども、やはり自分一人で判断しないんで、誰かに相談するっていうことはもう絶対必要だなっていうふうに思ってますね。